山田小学校は明治7年に山田学校、今町学校として創立され、山田尋常高等小学校、山田国民学校など名称を変えながら、昭和22年に現在の山田小学校となり、144年の歴史の中でこれまで4052人の卒業生を輩出してきました。昭和30年代には400名以上の児童が通っていましたが、時代とともに少子化が進み、平成29年度は全学年が複式学級となりました。子どもたちの教育環境を整えるため、内巻小学校との専攻統合を決断。平成30年度でその歴史に幕を下ろします。 WebTV 阿蘇では山田小学校最後の1年に密着しました。4月10日、うららかな春の日、山田小学校最後の入学式が行われました。新入生は6名。希望に胸を膨らませ、少し緊張した表情で式に臨みました。新1年生の皆さん、入学おめでとうございます。明日から学校での勉強が始まりますが、みんなで楽しくやっていきましょう。悪天候のため1日延期で開催された運動会。全校児童で踊ったよさこいソーラン節、およそ1ヶ月の練習の成果を見せてくれました。10月10日、学校近くの田んぼで稲刈りが行われました。6月に田植えをしたもち米は、草刈りや消毒など保護者の協力により豊かに実りました。山田小学校では毎年米作りに取り組んでいて、上級生は慣れた手つきで次々と刈り取り、1年生には上級生が優しく教えながら収穫の秋を楽しんでいました。オクラのトラ米はおよそ400年の歴史を持ち、豊作だった翌年のお正月に限り奉納されていたそうで、山田小学校では平成17年から総合的な学習の時間に取り組んできました。これをきっかけに、翌平成18年には地域で保存会が発足。現在では子どもたちへの指導も行っています。今年度は全校児童に教職員も加わり、練習に励みました。10月27日の学習発表会で保護者や地域の人たちにお披露目。子どもたちの熱演に温かい拍手が送られました。学習発表会の後、みんなで刈り取ったもち米で餅つきが行われました。自分たちで田植え、収穫し、そして突き上げたお餅は
格別の美味しさです。11月6日の放課後、いつもなら1年生から3年生まで参加する放課後子ども教室に4年生から6年生もやってきました。並行の年だからみんなで遊んで思い出を作ろうと説明されましたが、本当の目的はなんとくまモンが遊びに来てくれました。大好きなくまモンと一緒に遊んだ忘れられない放課後子ども教室となりました。年が明けた1月6日、毎年恒例のどんど屋が行われました。10年以上前から山田地域の公民館事業として続くどんど屋、いよいよ閉校間近となり、小学校に最後に飾られたしめ縄も櫓に入れられました。餅つきやたこ揚げなどもあり、多くの児童が参加。どんど屋の火を囲みながら豚汁などで体を温め、一年の無病息災を祈りました。2月16日、卒業生や地域の人たち、そして歴代の先生方を招いて閉校記念式典が開かれました。式典にはおよそ400名が参加し、思い出の詰まった山田小学校との別れを惜しんでいました。20代から90代までのさまざまな年代の卒業生の思い出話や、またオクラの虎舞は地域の保存会も協力し、閉校式に花を添えました。長年愛され歌い継がれてきた山田小校歌、最後の卒業生が山田小学校を巣立ち、そして在校生は4月から内巻小学校に通います。開校以来144年、地域に支えられ4052人もの卒業生を送り出してきた山田小学校、その歴史に間もなく幕が下ろされます。しかし、たくさんの笑顔と優しさに包まれたかけがえのない思い出は、これからも私たちの胸で輝き続けます。